きっかけは、まあもともとデザイナーにはなりたかったので、それでまあいろいろと、まあ下積みのアシスタント時代から、まあいろいろこう、服を作ったり、サンプルをこう見せて、まあディレクターとかにね、確認を取ったりとかしていて、それでまあ面白いから、まあそれで、ブランドを作ってやっていこうよっていう、まあそれはもう社内的な、まあ、いきさつっていう形なんですけど、それでまあブランドを自分の名前をつけてちゃんとやっていくという形で作りました。源はですね、なんでしょうね。いろんなジャンルあるんで、あくまでやっぱり今まで自分が見たものとか、なんかこう感じたものとか、なんかそこがインスピレーションというか、もう発端かなと。もうどれがどれっていうのはないんですよね。ただ、Hナオトのやり方は、いわゆるこう分かりやすいイメージを、例えばパンクとか、ロリータとか、ゴシックとか、すごい分かりやすいテーマで切っていってるんで、じゃあゴシックだったらどうだっていう部分で、まあいろんな今まで見たものとか含めて、でまあ見てなかったら、とりあえず勉強して、まあ、本を見たり映画を見たり、いろんな人の話を聞いて、まあ、そこからインスピレーションっていうか、それを得てる感じはあります。そうですね、とにかく普通にならないようにしたいっていうのがありまして、さっき言ったように分かりやすいイメージのブランド展開をやってるんですけど、だからといってその、ただのゴシックじゃなくて、これってゴシックなのっていうなんかそのひねり方とか、そこはやっぱり意識はしてますね。とりあえず外していくっていう。直球でストレートにはイメージとか作るものを持っていかないで、何かこうちょっと違うっていう。あれこれなんかちょっと違うよねっていうところからちょっと新しいものを作っていくということを意識はしてます。